見ようかスタート。4人行くの、まあまあ、で、ちょっとやっぱ体崩しすぎてるんで、こう前半の軸のスピードはそんなに悪くないけど、体は浅くないと、きついよ、体が開いてきついよ、問題ない、体が確かに大きくってきたよ、見ろスタート。なんか落ちてたっす。なんでよ。バナナの皮みたいな落ちてます。バナナの皮。マリオカートじゃねえんだよ。バナナの皮。あれ剥がれてない。剥がれてる剥がれてる。四四六。相変わらずですね。相変わらずです。日本の線に引っ掛かってない。こっから風しないと。もう一回。そこ足が。お尻どうなっちゃってんの。足どこ行ってんだ。かかと。倒れやった。前の。前。全体的に前。追われるものが流れるとちょっと。肩の荷が。とりあえず何本か滑れ。はい、女の3人。前半の体の向きはいい。から入ってもらえる。前半で。剥がれてない。はい。26秒だ。もうやめます。止めると時間かかるから、もうそのまま行っちゃう。あとはい、アップねー。中島さんの後は今上の待ち時間どんな感じですか。止めたら遅れんだよ。打ち足に乗っても曲がれない。一回打ち足乗るぐらいでいいから、打ち足乗るぐらいでちょっと気をつけたら結構出ない。取ってるの。ちゃんと間隔を空けてスタートしましょう。撮ってるよ。やれあれ。これ今ゲストが見てる。ゲスト。三河俊介。え、撮ってる？撮ってない。ないよね。おお。すねが入ってないね全然。ゴール切れ、ゴール切れ。おお、赤いなスタート。はい。4661。おお。体回しちゃうと忙しくなっちゃうから。小泉さんスタート。おお、貴重だね。いや、何にもなってない。待って、息で切れちゃった。多分それですね。重かった。4790。諦めんな。よし。508。で、はい、まだ普段とそのままでこうやって外径作り始めちゃってるから、じゃなくて前半こう抜けて伸ばしてから川口やったの。孔明って R30。 いやいや、まさか中2ですから。まだ分かれなかった。いや、次が行ったから次ゴールする。珍しい。飛びたい。はい、スタート。いや、ゴールしてね。来た。移動つけて。いや、R30。今そこゴールするのが宇田川愛ですね。OK でーす。あー、ここきついんだね。きついよね。面白いよね。
番の5番か。ちょっと打ち合わせちゃんと、はい、まだ立ってるから、はい、あ、これ妻恋か。え？撮ってるよ。DNA 放送しといてください。ああ雪だったね。電車のスタート。その肉でもうちょいちゃんと足場作らないから。足場作ってから。まだ買えばまだ。すごいこれ、6秒で9秒書かれてない。左使わなくて小指、小指ちゃんと使わないと、これちょっといいし。測れるか測れないか。内緒するなよ。もうちょい早く他の緩めていかないと。だから今のだと確かにこう足元の動きはすごい良かったけど、OK。で今打ち合わせ見てきた。あの方が絶対スキーの向きが全然内側向いてくる。それでやれ。タイトも、ニュースも一緒に見えた。右足引き、引くっ後ろに、はい、引いて次のターン入ります。前ターン、次の打ち足になる足を引いてから入ってくる。そうすると体の向きがターン方向すごい向くから。それでやっていく。大げさに。テンション。ちょっとこことずーっと向けてきた。本当？やってくる、もう一回。どうやったら治りますか？すねとブーツをつける。そこそこ。いやもう、1個だけじゃ無理なもんね、2つぐらいは1分20秒できない。だから、骨を当てる、上半身を落として、やばこのぐらいは、それをしっかり。ああからターンが始まってるから、いや外足軽い、トップから入れてくる。これは隙間が少ないな。かなり下がった両足、一回内足に乗るぐらい。ターンの前半に内足上げて入ってます。それぐらいじゃないかな。体が全然スムーズにいかない。もっと起こす近くの使い倒れるなぐらいの話で、我慢してからぐらっと乗り込んでエナはさ、真上からまだこうやってやりすぎて両足しっかり伸ばしていいよ。このくらいのラインできた方がいい。ラインはいいけど、ターンの後半、外のターンの感じで、ね、もう一回取ってあげるか、では長いじゃなくて取ってる。サマキはやっぱ長いって低くないから、スラローも結構。
タイミングがだん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 遅れてくるときあるから、下に来るにつれていつもの2倍、3倍、4倍、5倍、10倍っていう風に早く動いていく。もうあとインターハイまでに往復技術は変えられないから、そういう調整をしていく。いいときはすごいいいときじゃなくて、体からスキーを離して一回こう斜めの姿勢をかけて、内側傾くように。結構長いテク取り取ってる。長いテク取れて、あれ内側がちゃんとできてから取ってた。今のあの取ったよ、シュー、シューの前取ったよ。取ってない。上取ってるね。まあよく落とされなかったけど、だんだん角を後半にかけてこう強めていくっていうのが多くなってきてるから、もうちょっと緩めてくる。こう軸の作り方はこんな感じでいいから、でスキーが返ってきて、返ってくるまで前に登るともうちょっとエンジンを深めるかスタート。
中島さんの後は白ビブの選手が一人入ってます。今、小田さん、上のマッチ時間どんな感じですか？スタート。ミカンスタート。エマか。もうね。ユーマ。よかったよ。はい。平川さん、オッケー。かかり始めた。あ。行きますね。なんか。タマキスタート。フォーメンスタート。おー、なるほど。いや、何にもなってないですね。こいつに何にもなってない。いいでフォーカスタート。767スタート。受けて伸ばしてから川口屋スタート。フォーメってやる感じ。いやいや、まあ中2ですけど。いや、桃香久しぶりなんだろ。どうなの。いや、どんどん滑れ滑れ。やばい。一回ストップ。ごめんなさい。一回ストップ。はい、はい、おでばーい。今日の夜かな。ニュースタートって言ってます。スマホいかんスタート。だいぶその場所でこうやって降りてきたんですが、もうちょっと体を前半伸ばしてから風邪をかけて。せいちゃんスタート。どんどん行け。じゃあ君やったら分かる。で、フルシュナーと、もうガツンってやる。流れを止めてしまう。はい、日向から2周目入ります。
上げちゃうとやっぱタイム出なくなっちゃう。もうちょっと緩めていく動き。そういうところに行ったら OK で、今歌ってきてきた。あの方が絶対いい。次の文字が全然違う。左ともさ、今左側とかになっちゃって、こっち向けに。はい、OK。それで、はい。はい、今左足グッと力入れてます。はい、入れてます。はい、次の切り替えの時に、その左足に行く、進み。はい。やってくる、もう一回。瞬間にもこっち向きなんですよ。だから
丸いターンとかです。広島。